はいどうも、片健です。今回はですね、まあ僕もいまいち分かっちゃいないんですけど、包丁研ぎに関する用語とかをちょっとまとめてみようかなと思う次第でございます。今言ったように僕もこれが正解だっていう用語の意味とかっていうのは実は全然わかんないんで、今僕がこうなんだろうなって思ってる内容で全部喋ります。間違ってたらまあコメントの方を書き込んでくれるとありがたいです。なのでね、どういう違いがあるんやろうって思ってこの動画にたどり着いた人たちはコメント欄とか見てくれるとなお助かります。ということで、まあいろいろやっていきましょうか。今回やるとして、まあ、二段刃とか、小刃、糸刃、ハマグリ、まあ、あとはベタとか、いろいろ、そういう、刃の形状とか、そういうところにちょっと踏み込んだ話をしていこうかなと思います。じゃあ、やっていきます。まずですね、包丁とは二段刃である。そもそも包丁は二段刃に研ぐものなんだということにします。まあこういう和包丁とか片刃の包丁だと、まあこういう柳包丁とか片刃の包丁の場合、この斜めになってる部分、これを切り刃と言いますね。その切り刃に、さらにちっちゃく刃をつける、刃をつける。このね、刃の先にキラーンと光る部分があるんですが、これが小刃ですね。ちっちゃな刃のことを小刃、まあ四デジのごとくです。これが本来包丁における形、おおよそこれをまずデフォやと思ってくれればいいと思います。まずで、ベタ研ぎっていうのはこの小刃をつけずにこの切り刃の部分をそのまま砥石に当てたまま全部研ぐことをベタ研ぎと言います。まあよくあるその研ぎ動画ではこういう、その研ぎ方を紹介してるんですけど、これの問題点は、この先がすごい薄くなっちゃうんで、脆いんですよね。なので硬いものとかを切ると、はかけを起こす原因になります。なので出刃包丁なんかをこういう、当てたまま全部研ぎ切っちゃうとよく欠けてしまうんです。なのでそこから強度を持たせるために小刃というものをつけます。まあお話によるとこの小刃の角度っていうのは30度ぐらいがいいらしいんです、刃っていうのは。ただ30度の刃っていうのはこういう包丁で30度の刃をつけてしまうと結構分厚くなっちゃうんですね。なので物を切るときに太すぎて入っていかないんですよ。グググググって。なので、まず一回細くして、刃の先にだけ30度の刃をつける。ことで、強度と切れ味を持たせます。っていうのが、包丁の作り。で、柳包丁、刺身包丁っていうのは刺身を切るだけの包丁なので、硬いものとか特に切らないんで、こういうベタ研ぎっていうのが、デフォルトになったりするんですけど、その辺はもう個人個人の好みです。僕は柳包丁もベタ研ぎじゃなくて小刃付けしますからね。で、一概に刃って言っても実は2種類あるっていう風に考えた方がいいと僕は思ってます。刃っていうのも切れ味ですね。切れ味がいい切れ味がいいっていうまあ言葉がありますけど、一概に切れ味、僕がいつも動画で出している最後に試し切りって言って新聞紙をシャーって切るのはこの先っちょの切れ味なんですね。ここ刃先の切れ味、僕は小刃付けばっかなんで一応小刃と言っときますけど、でもここの一点の切れ味が良くてもこの切り刃自体が太かったりとか、すごい鈍角であったりすると野菜とか人参とかああいうのとかね、根菜類とか硬いもの、例えばそれこそかぼちゃとかっていうのは食い込んでいってくれないんですよ。それを食い込ませるようにするのが切り刃、この斜めの部分をどう研ぐかって。だから僕はいつも、ね、研ぐときは2箇所研ぐイメージで包丁を研いでます。この部分、切り刃の斜めの部分を研いで薄くして最後に刃先、小刃を研ぐというふうに意識しております。で、僕も未だによく分からんのが一つあるんですけど、本刃付けっていう言葉、
本場漬けっていうのはこれのことをおっしゃっているのか、それとも単純にここの歯をつけることを言っているのか、この辺が僕もいまいち分かってないんですが、まあ多分本場漬けって言われたらこのことを言ってるんじゃねえかなと僕は思ってますけど。でこの2種類あるうちの刃先部分の研ぎ方を小刃、糸刃、二段刃みたいな感じで表現することがあります。総称は小刃ですね。で全部二段になってるんだから全部二段刃なんですよ。だからこれを呼び名といろいろ意味合いが変わってくるっていうめちゃくちゃめんどくさい話ではあるんです。で小刃ってのはどういうものか、この刃先のところに白く見えてる部分があるじゃないですか、これがまあ小刃、だいたい小刃って呼ばれるもの。糸刃っていうのは何かっていうとこれかな、見えるかな、これね、あの光にかざすと分かるんですけど、ほぼここに面がないような、刃先の一番先に面がないように見えて、光にかざすとキラッと光る面が存在してるんですね。これを糸刃って言うんです。で二段刃とは何かっていうと、こういう出刃とかでですね、この切り刃ありますよね、切り刃の真ん中あるいはもうちょっと先ぐらいから刃の角度を変えることを二段刃と言ったりしてます。僕はわかんないんだよね。で刃先のところにあるこの3種類、もしかしたらもう他にも呼び名があるのかもしれない、こういう刃先の研ぎ方の種類があるというのと、一つもう一つ切り刃にも研ぎ方があるわけですね。これは基本的にはあの小刃をつけるという前提で作られている切り刃の作り方、これは一応両刃で表現しましたけど、あ、ハマグリ刃っていうのと、これフラットって呼ぶかな、まあまっすぐな刃ですね。でホロー、多分ナイフ用語なんでね、包丁の場合なんていうかちょっと僕は分かんないんだけど、こういう切り刃の作り方がある。ハマグリ刃っていうのは出刃とかでもよく使われる方法なんですけど、この切り刃の、あ、このしのぎのライン、切り刃の始まりから刃先までを緩やかにカーブさせます。こういう感じでね、そうする、そうやって、つける刃のことをハマグリ刃と、この面のことですね。ハマグリ刃はフラットっていうと柳とかになりますよね。これはもう基本的に切り刃まっすぐ作ってます。で最後のこのホローっていうのが昨今増えてきた気がするっていうか多いんだけど、こういう百均包丁でよく見られる作り方なんですが、このね切り刃この部分ちょっとへこんでるんですよ。だからこれをそのままこの角度に合わせて研ぐと、な、真ん中辺が削れなくて跡が残ってるんですよね。まあ、エクボって言ったりもしますけど、こういう作り方をしてます。で、まあ、それぞれに一応利点はあるんですよね。まあ、もちろんホローっていうやつは細くしているんで、まあ、あの食材にスーって入っていく切れ味重視ではある。まあその代わりちょっと脆さは多いんですけど、細くなっちゃう分ね。でナイフとかは硬い鋼材とかで使ってると、このやり方して小刃をつけてると小刃研ぎだけしてれば、まあ多少は持つよっていう方法だったりもする。この辺はね鹿先生の方が詳しいと思うから、俺あんまり解説してもよくわからんのよ。でデフォルトがフラットで、最後にハマグリ刃。ハマグリ刃っていうのはこう斜めにすることで強度がやっぱ太くなるんでね、強度が増すっていうのと、食材に対する抵抗が少なくなるっていうのがあるんだけれど、丸いものっていうのはね、こういう丸いものっていうのはグッって当てると全体でこう圧がかかるじゃないですか。でもこういう急な角度変化を持つものがこう食い込むと、この変化してる部分、変化してる部分言うたらこの角ですな、この角に抵抗値が生まれるんですよね。
これをなくすためにハマグリにして、あの抵抗がないように、食材に抵抗がないようにふわーっと全体で包むようにするっていう技法がハマグリなんですよ。この図でいくと、まずこの面に対して、まあ、言うたら垂直に抵抗がこの面でかかるのと、ここの角で抵抗がかかるんですよね。まあなんでかっていうと、柔らかいものとかを切ると、ここから斜めに物が切り抜けられていくのに、この角でこう上がるじゃないですか。そうするとこの角の部分にすごい抵抗が負荷がかかってしまう。この角を取り去って丸くすることでそれをなくすんですよね。強い抵抗値を。だからこの面で当たるものも一点でグッグッって当たるんじゃなくて、丸くなってるがゆえに全部抵抗値が分散していくんですよ。っていう作りがハマグリだったはず。で今回この動画で何が言いたいかっていうと、刃先にね、小刃だ二段刃だ、この辺は言うて一緒なんですよ。言ってることは。ただそのサイズとか、作り方の差で、結局刃先に一個ちっちゃな刃つけてますよっていうだけの話。で、切り刃っていうところに、こういう、膨らませるのか、ストレートにするのか、へこませるのかっていう違いが出てくる。まず最初の意識として、刃は二段であること。で、その二段の一段目、二段目で、用語がある。それを一つの刃の用語だって覚えちゃうと、それはどっち？それはどういうこと？っていうふうになるから、まず一段目、切り刃の用語と、二段目、刃先の部分の用語が違うんだよっていうふうに覚えると僕はいいと思います。まあ今回いろんな用語をまとめてこういう意味ですよっていう動画を作ってみましたが、まあ僕自身そんなに自信があるわけではないので、まあ、コメント次第ではちょっとこの動画は非公開にしようかなとは思ってるんですけど、用語用語それぞれね、地域や人それぞれ呼び方が違ったりとか、同じ言葉で2種類の意味があったり、本当は時協会のね人たちにしたら、いやいやそんなみんな統一して呼んでるよって思われるかもしれないですけど、なかなかねそれにたどり着けないから、こういう動画を作ってみたいなっては前々から思ってたんですけどね。はい、今回のまとめ。包丁とは二段刃だ。で、包丁の切れ味には2種類ある。二段刃がゆえに刃の付け方も2種類あります。刃先をどう仕上げるかっていう研ぎ方と、切り刃を、この斜めの一段目をどう仕上げるかっていう研ぎ方と、2種類あります。この切り刃に施すのはどうするかな？細くしようかな？それともちょっと鈍角にしようかな？で、小刃はつけるかつけないか、どうしようかな。小刃つけるんだったら、これぐらいのちっちゃなやつにするか、大きめなのにしようかな。それによって、切れ味と強度のバランスをとっていく。二段目の刃のつけ方。小刃、糸刃、二段刃。全部一緒なんですよ。意味は。小刃であろうが、糸刃であろうが、二段刃だろうが。そもそも包丁は二段刃だし。二段目の刃のことを小刃って呼ぶ。で、糸刃って細いやつを糸刃って呼ぶんだよって、それも一応小刃だし。で、切り刃に施す方法に、フラットなまっすぐなやつもあれば、ハマグリ刃っていう丸いやつもある。逆にホローって呼ばれるちょっとへこんでるやつもある。この辺はもう自分好みにカスタマイズしていくのか、もうプロがねしっかり作ったこれを維持していくのか、それがこの包丁の使い方なんだよっていう意味で、この厚さ、鋭さ、角度っていうのをつけられてる包丁のはずなので、それを維持していくように研げるようになったら研ぎ屋さんになれるんじゃないかな。僕はできないけど。まあ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 、今回はこんな感じで、いろいろね難しい用語いっぱいあるけれど、
みんな頑張って覚えていきましょう。僕もまだまだ分からんことは多いよ。じゃあお疲れさまでした。